皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今日は Zoom の、ね、新しい機能ビデオフィルターを使いましてうさぎに扮して、まあ、今日の動画をお届けしております。この、ね、うさぎの耳面白くて瞬きをすると動くようです。なんで顔を動かしたらもちろんついてくるんですけど、瞬きをしても顔を動かしてないのに上下に動くのが特徴のようですね。なんとも言えない可愛らしい耳ですね。で、こちらの方はそんなに大きくは動かないですね。瞬きしても。でもちょっと動いてるのかな。そういえば大昔に私ね、ウサギを飼っていたことがあるんですね。実はまあ、私が飼っていたんじゃなくて、うちに来る動物たちって何か理由があって来ることが多いんですけども、その時も、ちょっとねお隣に住んでらっしゃったお家の方が、まあ家族解散をされましてですね、その際に、まあ、うさぎちゃんね可愛がってらっしゃったんですけども、新しいお家がマンションで連れていけないということでね、うちでもらってくれないかということで、白いね綺麗なね大きなうさぎさんだったんですけども、うちの子になりました。でちょうどね、その頃に前に飼ってたね、ワンちゃんがね、ガンでちょっと亡くなったので、その子の名前を母が取ってつけて、で、名前を改名いたしましてですね、うさぎのランちゃんって言ってね、まあ、ランちゃんをずっとね、その頃庭があって、でしかもちょうど隣との間に塀というか、まあ、金網があったので、その中でね、自由にね、遊ばしてあげることができたので、うん、なかなかね、快適に過ごしてくれてましたよ、うさぎさんね。で結構大きくなるのね。で胸のとこがポコッと出て、ポコッと出るのはなんか女の子の証らしいですね。なんかねプニプニしてて可愛いなと思うんですけども、そうそうそう、抱っこすると結構ずっしりと重いね、子で。でなんかウサギってやっぱりあんまり泣かないんですけども、後ろ足でダンダンってやることで、例えば今私は怒ってるんだぞとか、なんか訴えたい時は後ろ足で信号を送ってました。なんかピーターラビットの世界だなと思いながら、で、うちで飼ってた他のワンちゃんとも仲良かったし、うさぎさんと暮らすっていうのは、なんかやっぱりね、楽しいですね。なんか、なんだろう、ワンちゃんとか猫ちゃんとまた違う魅力があって、こう会話とかもね、違うんですよね。多分、個体個体がね、またそれぞれね、性格違うと思うんですけども、またうさぎさんとね、機会があったらいつか暮らしてみたいなと思いながら、今のお家にはね、ちょっとお庭がないのでね、今飼うことはちょっとできないかなとは思っています。一番ね、なんだろう、賑やかだった時なんかは、アヒルさんをねこれもなんですけども、川に捨てられていたのを冬が来る前にね、かわいそうだからって言って連れて帰ってきて、庭に簡単な池みたいなのを作って、まあ、飼っていた時期がありました。で最終的にはね、チワワかわいそうだからって言ってアヒルをね、たくさん飼ってらっしゃる方がいらっしゃって、大きな池を持ってらっしゃって、でまあ、うちのね親の、仕事先の方だったんですけども、そこにもらってもらったら、そこのイケメンのアヒルちゃんにね、速攻で嫁に迎え入れられてたっていうことがあります。今頃きっと子孫たちが元気に生きているんだと思うんですけども、あれもね、なんか懐かしい思い出です。なんかなんだかんだで動物が寄ってくるうちだったので、生まれてから今まで多分ペットというか、まあ一緒に暮らす動物がいなかったことはないかなと思います。もう一番びっくりしちゃうのは、普通に私が歩いてるだけで上から鳥が落ちてくることがありますもちろん元気な時もあるし、元気じゃなくって残念ながらお亡くなりになって落下してくる時もあるんですけども、その時はもうご縁なので連れて帰って、お庭にね埋めてあげてたりなんかするんですけどもね。今はもうお庭がないので、そういうことがちょっとねできないので、そういうことがありませんようにと思いながら歩いています。なんかねガラス張りのねビルとかが多くなってくると、空をね反射して小鳥たちはそこにまだ空が続いてると思って激突しちゃうんですよね。そんなんでね、保護して、とりあえずまた野生に返したっていう子たちもいました。なんかね、動物が絶えないお家ではありますが。ということで今日はウサギになってみましたが、ちょっと久しぶりにウサギさんとのね、懐かしい思い出をちょっとお話しさせていただきました。本当はね、今日ね、ちょっと違うお話をしようかなと思ってたんだけど、
なんかね、上手に喋れる自信がなかったので やっぱり最近ちょっと忙しいんだな、疲れてるのかな。なので、またなんか、暗くなりすぎずに楽しく話せる時にやってみようかなと思います。壮大すぎてね、ちょっとね、まとめるのが難しかったりするんですよね。なので今日はね、ちょっと簡単にうさぎさんになりながら、うさぎさんとの思い出をちょっと話してみました。で、昔のね、写真がね、多分あるはずなんですけども、きっと今日見つけるのは難しいかなと思います。うちね、山のように写真をね、撮る、母も撮ってたし、私も撮ってたし、なので、なんか家中の写真がすごい状態になってて、で、まあちょうど3年前ですよね、引っ越す時にだいぶ処分をしたんですけども、その時にね、かなり、まあ整理したので、今どこにあるかわかんないけど、きっとどっかにあるはずです。今までね、暮らしてきた動物さんたちとのね、数々の思い出がきっとあるので、またいつかね、お話ししながらね、紹介していきたいなと思います。ちなみに今日の背景は、2017年の、イタリアの演奏旅行の帰りに寄ったモナコです。もう本当にね、割と一瞬しか寄れなかったんですよね。交通事故があって、で、結局回り道をして迂回してね、バスが着いた頃にはあんまり滞在時間がなくなっちゃって、本当にね、多分ね、1時間ちょいぐらいしか入れなかったんじゃないかな。2時間あったかな、ないかなぐらいな感じですね。なので、モナカは本当に散策したっていう程度だけなんですけども、モナカの写真をお届けいたしました。それでは皆様、またね。